バイオディーゼル古いメルセデスベンツのディーゼル車で、バイオディーゼルに対応させた車両バイオディーゼルが、通常の軽油よりも安く設定されている例。バイオディーゼルとは、生物由来油から作られる、ディーゼルエンジン用燃料の総称で、バイオマスエネルギーの一つである。諸外国において、バイオディーゼルとして規格化がなされているのは、脂肪酸メチルエステルのみであるが、厳密に科学的な定義はない。 原料となる油脂からグリセリンをエステル交換により取り除き粘土を下げる等の化学処理や解質処理を施しディーゼルエンジンに使用できるようにしている。ビオディーゼルフューエルの頭文字を取って BDF と略されることもある。ディーゼルエンジンはもともとは落下性油を燃料とし圧縮熱で燃料に転化するエンジンとして19世紀末に発明されたものであり。 バイオディーゼルを燃料として使用することを想定していた。しかし落下生の生産は天候に左右され供給が不安定であったこと。当時ルーマニアで油田が発見され、軽油や重油などの鉱物油が本格的に入手できるようになったことなどから、ディーゼルエンジンの燃料はバイオディーゼルから化石燃料へシフトしていった。地球温暖化対策として、再び、 バイオディーゼル燃料が注目されている。ナタネ油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、オーゴ、米油、ヘンプオイルなどの植物油、魚油やトンシ、牛脂などの重視及び配色用油など、様々な油脂がバイオディーゼル燃料の原料となりうる。欧州では、ナタネ油、中国では、オーレン木等、北米及び中南米では、オーゴ、東南アジアでは、 油や市や、ここや市、南洋油ギりから得られる油が利用されている。ディーゼルエンジンの燃料として通常用いられる、化石燃料である経由に比べて、科学的特徴として次のことが指摘されている。原料となる油脂はそれぞれ正常が異なるため、バイオディーゼル燃料自体の正常も原料により、異なったものとなる。とりわけ配色用油は、様々な油脂が含まれるものであることから、 個々の原料の正常に大きなばらつきがある。それゆえ、配色用油を原料とする場合は、特に、小規模での製造では、製品の品質が極めて不安定なものとなることから、品質を安定させるためには、一定程度大規模なプラントで製造を行う、必要がある。生成方法の違いによっても、完成した製品の正常は異なり得る。例えば、生成が不十分で、 クリセリンが完全に除去しきれておらず、原料油脂が残留している場合、スラッチが発生して、ピストンリングを固着させたり、フィルターの目詰まりを発生させることがある。またメタノールの除去が不十分な場合、残留メタノールが、金属部材の腐食の原因となる。不飽和結合を有する有機化合物は、飽和有機化合物よりも、化学的に不安定であり、酸素存在下で、 自動酸化を起こしやすい。酸化劣化の進んだ燃料はタンクを腐食させ、また重合物を生成しフィルタ詰つまりを引き起こすことから、バイオディーゼル燃料を生成するにあたっては、酸化防止剤を添加し、酸化安定性を向上させることが必要となる。ディーゼル機関へ不完全な生成油が混入することにより、着火温度の差が発生すると、エンジンの不調や破損の原因になる。 ハイガス規制に対応するため近年開発が進んでいるコモンデール方式を採用したディーゼルエンジンとバイオディーゼル燃料との相性の問題が指摘されている。ディーゼル自動車からのハイガス規制が厳しくなる中、コモンデールシステムにより燃料噴射圧の高圧化が必要とされているが、燃料の高圧化は同時に断熱圧縮による燃料温度の上昇にもつながる。 燃料温度の上昇は酸化劣化を引き起こす大きな要因であり BDF を使用する上ではこのような高圧、高温環境下において燃料品質の劣化が起こらないよう適切な正常を確保することが非常に重要となるバイオディーゼル100%かまたは軽油、灯油と一定割合で混合して使用する低温では粘度が高くなり流動性が低下し 特に寒冷地や陶器にバイオディーゼル100%で使用するとワックス分が燃料経路内で固まることがある。このためヒートエクスチェンジャーやフュエルヒーターを使用して燃料を加温する指導は経由で行い完全暖期後にバイオディーゼル燃料に切り替えて使用するなどの対策が必要となる。法律する気発油等の品質の確保等に関する法律においては 自動車用燃料として販売することが認められる、軽油中のフェームガン有料は5.0、質量パーセント以下とされている。また、経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省では、BDF に関する調査等を実施しており、軽油と混合しない、バイオディーゼル100%での利用については、既存の自動車で利用した際、問題が生じた、または、 車両側での対策が必要になった事例が報告されている。こうした例も踏まえ、国土交通省においては、ニートブット不対応車の開発を行っている。また、自動車の燃料として使用する場合、自動車検査省の微考欄に配色用油、燃料併用、バイオディーゼル100%燃料併用もしくはしなかった、ポートクレー措置高濃度、バイオディーゼル燃料併用といった内容の、 記入申請を行った後に使用することができる。欧州ではフェームについて、欧州規格である案14,214において、軽油に混合しない状態での正常を規定している。鉱物ディーゼル燃料の品質規格では、軽油は脂肪酸メチルエステル5%までブレンドできる。しかし、バイオディーゼルの品質規格は、案14,214に基づくこと、と規定している。 これらの企画は2004年から有効とされている。また、不適合燃料を取り締まる方法等については、各国にて検討することとされている。日本においては、従前、バイオディーゼル燃料についての企画が存在していなかった。しかしながら、近年これを一般自動車用の燃料として使用する動きがあることから、経済産業省の審議会である。 総合資源エネルギー調査会において蒸気欧州企画を参考としつつ企画化が検討されてきた。この審議会での検討結果を受けて BD 界混合経由を一般のディーゼル車に用いた場合における必要な燃料正常にかかる項目を規定するため、気発油等の品質の確保等に関する法律、施行規則の改正がなされた。規制内容蒸気品質確保法においては、 フェーム混合経由について満たすべき基準が設けられており、経由販売業者はこの基準を満たさないものを自動車の燃料用として消費者に販売してはならない。経由生産業者及び輸入業者は自動車の燃料として販売または消費しようとするときは、この経由規格に適合することを確認しなければならない。なお、 品質確保法はあくまで炭化水素油を対象とした規制であるため、炭化水素成分を含まないフェームは同法の規制の対象とはならない。軽油と混合される前のフェームについては、フェームやニートフム混合軽油を製造するにあたっての品質の目安として、軽油と一定割合で混合することを前提とした標準化が任意規格によりなされている。また、 品質確保法による規制は、石油製品は消費者が見た目で品質の適否を判断することができないために設けられたものである。ことから、例えば消費者が自ら法に定められた基準以上のバイオディーゼル燃料を経由に混和したとしても、それは自己責任でなされたものであり、同法による規制の対象とはならない。バイオディーゼル燃料を経由等と混和して販売したり、 自動車の使用者自らが、バイオディーゼル燃料を購入または製造して、軽油等と混和して使用する場合、軽油引き取り税の課税対象となる。バイオディーゼル燃料を、現行の日本の税法に定触することなく非課税で、自動車に使用するには、軽油等を混和させずに100%、バイオディーゼル燃料でエンジンを作動させる必要がある。この場合、軽油とバイオディーゼル燃料の両方を、 使用可能な車両では燃料タンクを分離させエンジニーの配管途中で弁による切り替えを可能として燃料の混合を防止させなければならない。気候変動枠組み条約に基づき地球温暖化防止のため策定された京都議定書では生物由来となる燃料については二酸化炭素の排出量が計上されないこととなっている。すなわち化石燃料を燃焼させることは それに含まれる炭素を二酸化炭素として大気中に新たに追加させることになるが、バイオディーゼルは原料となる生物が成長過程で光合成により大気中の二酸化炭素を吸収していることから、その生物から作られる燃料を燃焼させても元来大気内に存在した以上の二酸化炭素を発生させることはないという考え方である。これによればバイオディーゼル燃料は 太陽光や風力などと同じく再生可能エネルギーに位置づけられることとなる。他方、上述、通商産業省の審議会では原料として日本が大量に輸入することになるパームヤシの原産国であるマレーシアやインドネシアにおいてヤシ畑開発のために森林破壊が進行してしまう懸念が指摘されている。また、ブラジルなどではより収益率の高い バイオ燃料生産のためオレンジ生産などが転換され、それによる果実、穀物の供給不足、高騰が起こり、バイオマスエタノールでの事例と同様に食料を燃料として消費することに対する疑念、批判も起こっている。米国環境保護局の調査によると、経由中のフェーエム混合率を高めると、ディーゼルエンジン排ガス中の粒子状物質、一酸化炭素、 炭化水素は減少するが、窒素酸化物は増加すると報告されている。NOX が増加するのは、バイオディーゼルには、軽油と比較して、多くの酸素が含まれており、燃焼するとき吸気中の窒素とより容易に結合することが原因であると考えられている。一方、環境省の中央環境審議会答審によると、フェームを使用した場合の排出ガス性能に与える影響について、 以下のように取りまとめられている。バイオディーゼル燃料を使用するゴミ収集車油脂は、粘度が高いなどの特徴を有しており、そのままディーゼル自動車用の燃料として使用した場合、噴射ポンプや噴射のツルに石質物が付着して、不具合が発生することが懸念される。このため、価格処理を施して、原料油脂からグリセリンを取り除くことで、油脂を 脂肪酸メチルエステル等の経由に近い物性に変換したものがディーゼル自動車用燃料として使用されている。主な製造技術には下記の方法がある。一師匠、アルカリ法はアルカリオ液法とも呼ばれ比較的小型な装置でも製造を行うことができることから一定の科学の知識があれば個人や小規模な団体でもバイオディーゼル燃料を製造することは可能である。 ただし、口述の通り、製品の品質を安定させるためには、ある程度の規模を確保する必要がある。具体的には、低品位の油脂原料には、水分や有利脂肪酸が含まれているため、事前に除去。油脂にメタノールと、鋼や、ナオーなどの触媒を加えて、エステル交換反応を起こす。酸を加えて中和させた上で、脂肪酸メチルエステルと、グリセリンに分離させる。 分離した脂肪酸メチルエステルを水栓処理して触媒を取り除く。蒸留処理をすることでメタノールを除去。グリセリンの処理についてメチルエステル化によって副産物として原料油脂の10%程度のグリセリンが生成される。通常、このグリセリンには触媒や未変換の脂肪酸などが混入しており有効な用途がないとされる。また、 高素法や調理解法などにより、純度の高いグリセリンを得ることはできるが、現在の日本では、供給過剰状態にあること、小規模分散型の変換設備では十分な量が得ることができないことなどから、グリセリンの売却や処分が非常に困難な状況にある。このためグリセリンのメタン発酵による資源化の研究が行われている。イオン交換樹脂触媒を用いる方法がある。 この方式は、種ヶ島で実証実験も行われている。原料油脂をメチルエステル化して、クリセリンを除去し脂肪酸メチルエステルを生成する既存の技術とは異なり、原料植物を問わず、重視も含めた広範な原料油脂を石油生成の水素化処理技術を応用して分解し、合わせて雑物を除去して作る水素化処理油が新日本石油株式会社と、 トヨタ自動車株式会社により研究開発されている。この技術によれば、油脂を原料としつつ、既存の石油由来の燃料と何ら遜色のない、一般の軽油の規格に適合した燃料を生成することが可能であるとされる。BHD は油脂に水素を加合させる過程で、不純物が除去される。また、酸化による劣化がしにくく、化学合成軽油と同等品であるとされる。 これまでに、原圧軽油止め分とパーム油を混合して水素化分解処理を行い、パーム油の水素化分解による軽油止め分の収率の向上や、既存の石油生成で得られている軽油に近い正常の軽油止め分が得られることが確認されている。この BHD を路線バスの営業運行で使用する実証実験が2007年10月から2008年3月まで、都営バス、 渋谷営業所の一部車両で行われる。設備が大掛かりになりがちな水素化分解ではなく、触媒と比較的低温の温度で油脂を接触分解させて排出する技術が研究されている。ありがとうございます。